リエージュの戦い、バトルオブリーチ、1914年8月5日から8月16日は、第一次世界大戦の西部戦線の初戦における重要な戦いの一つ。シュリーフェンプランに基づいて、ベルギーを侵略したドイツ帝国軍が、ベルギー東部の重要都市リエージュの要塞を攻略した。小国ベルギーの陸軍は、勇敢に抵抗したが、ドイツ軍の予定表を2日遅らせたのみにとどまった。また、リエージュの戦いは、エーリヒ・ルーデンドルフが最初に名声を得た戦いでもあった。第一次世界大戦開戦時のドイツ軍の作戦は、シュリーフェンプランに基づいて進められた。シュリーフェンプランは、ドイツ軍右翼の第1軍、フォン・クルック、第2軍、フォン・ビューロー、第3軍、フォン・ハウゼンの34個師団が、ベルギーの中立を侵犯して、領内を横断し、左翼と呼応して、フランス軍を包囲する計画だった。しかしこの計画には2つの難関があった。第1は、ベルギー侵略により、イギリスの参戦が不可避となること。第2は、リエージュ要塞が、ドイツ軍の進路上に立ちふさがっていたことである。リエージュは、ベルギー東部、ミューズ川とウース川の合流地点に位置する都市である。当時の人口は16万4000、ドイツ国境からは約30キロの距離にあった。リエージュはドイツ領からブリュッセルを経由してパリへ向かう鉄道線路上にあり、また北側は中立のオランダ領のマーストリヒト都市秩父、南側はアルデンヌの森林地帯に挟まれ、ドイツ軍の進路となり得る唯一の選択肢だった。さらに、ベルギーは、リエージュに、堅固な要塞を構築していた。リエージュ要塞は1880年代に、フランスの工兵将校、アンリ・ブリアルモンによって、当時最新の設計思想に基づいて強化されていた。基本設計は、12個の保留を中心都市から半径 6.5 ないし 8km の位置に、平均 2km の間隔を置いて環状に配置するものだった。保塁は相互に火力による防御支援が可能であり、1個の保塁が陥落したとしても、隣接する2個の保塁が間隙を塞ぐことができた。12個の保塁は1号機に6個が大保塁、6個が小保塁となっていた。大保塁は五角形のコンクリート構造物で、6インチ砲2門、4.7 インチ砲4門、8インチ9砲2門、機関銃4丁を装備していた。小保塁は三角形の形状をしており、6インチ砲2門、4.7 インチ砲2門、8インチ9砲1門、機関銃3丁を有していた。火砲は射撃時以外は塩害によって保護されていた。保塁内部の砲塔、弾薬庫、射撃管制室、兵舎は地下のトンネルによって相互に接続され、保塁周囲は環壕と有刺鉄線が取り囲んでいた。要塞全体では、火砲は400門に達し、守備兵力は中将の指揮するベルギー第3師団他3万名だった。だが1914年の時点では、要塞は旧式化していた。ベルギー軍は火砲の更新をクルップ社へ発注していたところであり、ドイツ軍はそれらの状態について知出していた。また、ベルギー軍の開戦準備は後手に回り、保塁間の樹木の伐採や障害物の設置に着手したのは8月2日になってからだった。さらに、占領後のドイツ軍の調査によれば要塞構造物に用いられてコンクリートは品質不良だった。ドイツ軍はリエージュ要塞攻略のため、第2軍から歩兵6個旅団、騎兵3個師団を抽出して、オットー・フォン・エンミッヒ大将を指揮官とする臨時のミューズ軍を編成した。臨時軍の参謀には、第2軍参謀副長のエーリヒ・ルーデンドルフ少将が参加していた。そしてドイツ軍が準備していた決め手は、クルップ社製420ミリ榴弾砲、リッケベルタと、オーストリアのシュコダ社製305ミリ9砲であった。8月4日、ドイツ軍の戦闘部隊は国境を越えベルギー領内へ侵入を開始した。8月5日、ドイツ軍の歩兵は、リエージュ全面に到達し、要塞東側の4個の保塁を攻撃した。だが不評に随伴していた小口径砲による砲撃は何の効果もなく、ドイツ兵は歩塁からの機関銃の射撃にさらされ次々と、なぎ倒された。後に、ベルダンやソンムで繰り返された生命の浪費はこの時、始まったのである。この攻撃で、ドイツ軍第14旅団のフォン・ブッソー旅団長が、戦死し、ルーデンドルフが、同旅団の指揮を引き継いだ。6日、未明、ルーデンドルフは、第14旅団を率いて、果敢に前進し、エベネーホルイとフルロンホルイとの間を通り抜けることに成功した。さらに、ドイツ軍は、ツェッペリン飛行船を使って、リエージュへの初空襲を行い、また騎兵が、ミューズ川を渡って、リエージュを包囲する構えを見せた。ルマンは、リエージュの包囲に危機感を抱き、市内にあった第3師団に、西方への撤退を命じた。リエージュのために、ベルギー軍の貴重な6個師団のうち1個を犠牲にすることはできなかったのである。この時リューデンドルフは卑劣な策略を実行した。イギリス兵に見せかけた将校6名と兵士30名をベルギー軍の司令部へ潜入させ、ルマンを暗殺しようと図ったのである。副官のマルシャン大尉は異常に気づき、英国兵じゃない、ドイツ兵だと叫んだ。刺客たちは即座にマルシャンを殺害したが、次の瞬間、他の幕僚たちの反撃にアイゼンインが射殺された。ルマンは西側のロンサンホルイへと脱出した。7日、リエージュ市内の抵抗は終了したと思い込んだ。ルーデンドルフは副官1名のみを連れ乗用車で市内へ向かった。この時、ドイツ軍の前衛部隊はまだ到着しておらず、ルーデンドルフは単身で市内へ一番乗りした形となった。ベルギー第3師団はすでに撤退しており、残留していた市長はルーデンドルフに対して降伏を申し入れた。リエージュ氏は降伏したが、周囲の補類はすべて健在だった。ドイツ軍は補類に対して攻撃を繰り返したが、10日までにバルション補類を攻略し、フルロン補類に対して打撃を与えたのみだった。決め手のディッケベルタとシコダ 30.5cm 級砲の到着はベルギー軍が鉄道トンネルを破壊したために遅れていた。2門の工場砲は12日にようやく前線へ到着した。18時30分、ディッケベルタは重さ810キロの砲弾をポンティスホルイへ打ち込んだ。要塞建設時に想定していた工場砲のサイズは最大21センチであり、ディッケベルタの砲弾はコンクリートの防壁を貫通してキノコ雲を巻き上げた。ポンティスホルイは翌日までに45発の砲弾が命中して壊滅し、14日までに東側と北側のすべてのホルイが工場砲によって陥落した。ドイツ第一軍はリエージュの北側を通り、ブリュッセルへ向けて前進を開始した。シュリーフェンプランの日程より2日遅れだった。巨砲はリエージュ市内を横断して、残りのホルイへと向かい、市民の度肝を抜いた。残りのホルイも次々と破壊された。最後に残ったロンサンホルイには、ルマンが立てこもっていたが、16日にロンサンホルイの弾薬庫に砲弾が命中し、ホルイは内側から破壊された。ルマンは人事不正となって、ドイツ軍の捕虜となった。リエージュ要塞の10日間の優先は、ドイツ軍の予定表を2日間狂わせた。連合軍にとっては貴重な時間を稼いだとも言えるが、ドイツ軍の総動員も遅れておりどのみち影響はなかったとの見方もある。ディッケベルタがなければ要塞はもう少し長く持ちこたえていたかもしれない。とはいえ連合軍の士気は高まった。フランス大統領はリエージュ要塞の抗戦を称えてレジオン・ド・ヌール勲章を贈った。要塞攻略を指揮したフォン・エンミヒとルーデンドルフは、ドイツ軍人にとって最高の栄誉である、プールルメリット勲章を受けた。ルーデンドルフはさらにこの功績をきっかけに、東プロイセンの気球に際して、パウル・フォン・ヒンデンブルクの参謀長に抜擢され、タンネンベルクの殲滅戦を演出した。そして、参謀本部へ転出し、第一次世界大戦後半には、ヒンデンブルクと共に、ドイツ帝国における独裁的権力を振るうことになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。